皆さんおはようございます。衆議院議員の自由民主党中曽根康隆でございます。本日は初めての外務委員会での質問となりますけれども、貴重な機会をいただきまして大変ありがとうございます。世界情勢が非常に速いスピードで変化をしている中で、外交の重要性というのはますます増していると考えております。表舞台でも水面下においても非常に難しい舵取りが求められている中で、一歩間違えれば日本の国運すら左右するような非常に緊迫した状況であると考えております。その中で日本の顔として河野太郎外務大臣が精力的に活動していただいていること、心から敬意を表する次第でございます。本日は TPP の質疑ということですけれども、1点その前に北朝鮮に関してお伺いをしたいと思います。北朝鮮のキム第一外務次官が今月の16日にメディアを通して、アメリカ政権が我々に一方的な核放棄だけを許容しようとするなら首脳会談に応じるか再考するしかないと発言をいたしました。6月12日に予定をされております米朝首脳会談を牽制するようなこの発言について、トランプ大統領は様子を見るという発言をされています。この北朝鮮の発言に関して大臣のお考えを教えていただきたいと思います。堀井学外務大臣政務官。お答えをさせていただきます。北朝鮮の言動の一つ一つについてお答えすることは差し控えたいと思います。我が国としては北朝鮮の動向について重大な関心を持って平素から情報収集分析に努めているところでございます。引き続き注視をしていきたいと考えております。いずれにせよ北朝鮮がすべての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不計画的な方法での廃棄に向けた具体的な行動を取ることが必要と考えております。また、国際社会による圧力の成果として北朝鮮側から対話を求めている中、この機運を拉致問題の解決にもつなげていく必要があると考えております。こうした観点から来る米朝首脳会談が核ミサイル、そして何よりも重要な、拉致問題が前進する機会となることを強く期待をしております。その準備において日本側の考えをしっかりと米国に伝えながら米国とともに準備を進めていきたいと考えております。以上であります。中曽根康隆君。ありがとうございます。いずれにしても日米韓がしっかりと足並みを揃えていくことが大事だと思いますし、やはり日本独特の問題、拉致であったり短距離ミサイルの脅威だったり、こういったところを考えますと、やはり日本は自国のことは自国で守るという強い意識を持った上で舵取りに当たっていただきたいと思います。それでは TPP の質問に入らせていただきます。日本は戦後やはり外交がどうしても受け身の外交と言われてくることが多くあったと認識をしております。アメリカであったり旧ソ連、今のロシア、そして中国、そういったところが発信する波にどう対応するか、どう対処するか、そういった側面が多く見られたと思います。今この時期だからこそ日本がしっかりと自らの波を作り世界に発信していく、そういった攻めの外交が必要な時期だと思っておりますけれども、今回のこの TPP11 はまさに日本がリーダーシップを発揮して世界を巻き込みながら中心になって主導した、これ素晴らしいことだと私思っております。アメリカが離脱して1年、TPP11 が今年の3月8日にチリのサンチアゴにおいて署名をされました。法主義の風潮がこう世界で出てきている中で、この自由貿易を推進する観点からいうと非常に有意義なものであると思いますし、今申し上げたとおりこの複雑な交渉を日本が主導してまとめたということは大変素晴らしいことだと思っております。ここでご質問いたしますけれども、この合意に至るまでに日本が主導して進めることができたその要因は何でしょうか。お願いいたします。河野太郎外務大臣。昨年の1月にアメリカが TPP の離脱を発表して一時モメンタムが失われたということがあったと思いますが、昨年の7月箱根で会合を開き、日本が議論を主導することになりまして、わずか半年で署名に至るということになりました。世界的にさまざま保護主義的な動きが広がっている中で、このアジア太平洋地域で自由で公正な経済ルールを作ろうという我が国のこの一貫した取り組み、
これが自由貿易を支持するそれぞれの国々から賛同を得た、そしてそれがこの TPP11 協定が早期に署名につながることになったのではないかと考えております。日本は引き続き、自由貿易の旗頭として、日 EU の EPA もございますし、日中韓 FTA あるいは RCEP といったものもございますので、積極的にそうした場で、自由貿易を推進するという立場から交渉のリーダーシップを取っていきたいというふうに思っております。中曽根康隆君。ありがとうございます。今国会の外交演説の外交演説の中でも河野太郎大臣が TPP11 の早期発効のために最大限の努力を傾注すると述べられておりました。そこで次の質問ですが、この TPP 参加国の他 の, その他国の国内の手続きの状況を教えていただきたい。またこの早期発効という明確な目標に向けて他の参加国に対して日本がどういった働きかけをどういったタイミングでしていくのか教えていただきたいと思います。外務省山内経済局長。お答え申し上げます。3月8日のチリでの署名式の際にも、多くの国から年内の締結に向けて前向きな発言があったところでございます。TPP11 協定の早期発効に向けて現在各国において国内手続きが進められております。具体的に申し上げますと、メキシコにおいては先月、11カ国の先陣を切って、国内手続きを終えたところでございます。またオーストラリア、それからニュージーランドではすでに議会での審議が始まっておるところでございまして、各国で手続きが順調に進んでいるというふうに認識しているところでございます。我が国としてもぜひこの国会でご承認をいただき、早期発効に向けた機運を高めてまいりたいというふうに思っているところでございます。またこうした TPP11 協定の意義に共鳴したさまざまな国あるいは地域がですね、 TPP への参加に関心を示しているということも歓迎したいと思っております。発効後の TPP の拡大も視野に入れて、さまざまな機会を捉え、そうした関心国地域に対して必要な情報提供を行い、 TPP の軸を輪を地域や世界に広げていくというふうに考えているところでございます。中曽根康隆君。ありがとうございます。そんな中でアメリカが離脱したことによって、この人口で見ても GDP で見ても今回の枠組みはだいぶ規模が縮小したものとなりました。TPP からの永久離脱とおっしゃっていたトランプ大統領が今年の1月に一転して、以前よりも合意した条件がより大幅に良くなる場合においては TPP 復帰の可能性に言及をいたしました。しかし、ガラス細工という総理の発言にもありますように、このアメリカが望むこの各国最高渉というのは各国の非常に複雑な利害関係を調整しなくてはいけないですし、またトランプ大統領が10カ国に対して強い要求をしてくるというのは今ナフタの最高渉を見ても明らかであります。そういった中でアメリカの TPP 復帰に対して日本としてはどのように動いていくべきか、そして最高渉に関してのスタンスはいかがなものかを教えていただきたいと思います。堀井学外務大臣政務官。米国にとって TPP は経済的戦略的重要性を有しており、特に最もグローバル化や技術革新が進んでいるのが米国であることから、 TPP が米国の経済や雇用にとってもプラスになるものであると考えております。実際米国では議員や農業団体などの間で TPP 復帰を求める声が上がってきております。自由で公正かつ総合的な貿易取引のための協議や日米経済対話といった政府間の対話の場に加えて、米国の企業関係者や有識者などを含め幅広くこうしたメッセージを訴えていきたいと考えております。また TPP の再交渉といった将来の協議などについて予断を持ってお答えすることは困難でありますが、いずれにしても我が国は TPP が最善と考えており、いかなる国とも国益に反するような合意を行うつもりはございません。その上で TPP は21世紀型の自由で公正な新しいルールを作り上げていくものであり、今後の通商交渉のモデルとなっていくものであると考えております。アジア太平洋地域の現状を踏まえた上で地域のルール作りを日米で主導していきたいと考えております。中曽根康隆君。ありがとうございます。個人的にはアメリカ復帰に関してはやっぱりしっかり外堀を埋めていくと同時に直接の対話をしていくということが大事だと思います。
まあ、外堀を埋めるというのは、まあ、参加を希望している国々をしっかりと早期に巻き込んで TPP をより広域で連携を取れたものにしていく、また EUEPA だったり RCEP というものをしっかりとまた日本が主導してその枠組みを作っていく、まあ、そういったことでアメリカに危機感を持たせると、これが外堀を埋めていくということでありまして、また直接対話という意味では昨日の内閣委員会でも総理の答弁でありましたけれども、アメリカにとって非常に大きなメリットであるということをしっかりと訴え続けていくということが大事だと思っております。この2つを同時進行していくという前提として、まあ、私個人としてはまず TPP を発効させてからアメリカを取り込んでいく努力を継続してやっていくということが現実かなと考えておりますけれども、お政府としてはこの締結のタイミングに関してはいかがお考えか教えてください。堀井学外務大臣政務官。我が国は21世紀型の新たなルール作りを日本がリードし、アジア太平洋におけるハイスタンダードな貿易投資の枠組みの早期成立を図る観点から TPP11 協定の早期発効に全力を挙げていく考えであります。3月8日チリでの署名式以降、メキシコが議会の承認を得るなど参加各国においても国内手続きが加速をしております。日本がリーダーシップを取ってまいりました早期発効に向けた機運を高めていくためにも、現在ご審議いただいている TPP11 協定および関連国内法案の早期承認成立を目指したいと考えております。このようにまずTPP11 の早期発効に全力で取り組むこと、その上で将来的な米国の TPP 復帰が望ましいことについて参加11カ国は認識を共有しております。また米国に対しては引き続き TPP の持つ経済的戦略的重要性、特に最もグローバル化や技術革新が進んでいるのが米国であることから、 TPP が米国の経済や雇用にとってもプラスになるものであることをしっかりと訴えてまいりたいと思います。また自由で公正かつ総合的な貿易取引のための協議や日米経済対話の場を通じて改めて米国に伝えてまいりたいと思います。中曽根康隆君。ありがとうございます。アメリカに対して戻ってきてくださいというスタンスではなくて、戻りたくなるような、戻らなきゃなんないと思わせるようなそういった枠組みをしっかりと作っていただきたいと思います。続きまして凍結項目の中にある ISDS について1点お伺いをしたいと思います。この ISDS についての各地域のスタンスというのもよく見てみるとバラバラでありまして、まあ、EU なんかはその第三者機関を置くこと自体には異論はないけれども、やはり違った形のもっと公平性の高いものを設置するというような発言もございますし、また途上国においては、まあ、先進国の企業からの提訴リスクというものをやはり懸念してやや後ろ向きなスタンスであると考えられます。まあ、アメリカに関してもオバマ政権の時のような ISDS ありきということではなくて、トランプ政権になってから、まあ、自分たちの都合のいいように使うといったら変ですけれども、そういったようなスタンスに変更が見られてまいります。まあ、そういった中で日本のこの ISDS に関するスタンスを教えてください。外務省山内経済局長。お答え申し上げます。TPP11 協定を含む、投資関連協定の中のISDS 投資家と国との間の紛争解決条項でございますけれども、これは投資受け入れ国の司法手続きに加えて中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるものでございます。これによって投資受け入れ国において日本企業がビジネスを行う上での予見可能性や法的安定性を高めることから、海外投資を行う日本企業を保護する上で極めて有効であると考えておりまして、日本の経済界もこれを重視しているというふうに承知しているところでございます。我が国としてはこうした ISDS の意義を踏まえて、投資関連協定の交渉において引き続き ISDS 条項が盛り込まれるように取り組んでいく考えでございます。中曽根康隆君。ありがとうございます。日本としてもその現行の ISDS ありきというわけではなくて、その日本としてまた海外に進出する日本企業にとって、まあ、プラスになるようなそういった枠組みの柔軟性を持って考えて進めていただきたいと思います。TPP11 の発行によって、日本の GDP、まあ、プラス 7.8 兆円パーセントにして 1.5% の上昇、また民間消費がプラス 4.7 兆円
まあ、雇用が46万人増えるという試算が出ております。この一連の効果が出るまでにどれぐらいの期間がかかると想定されているのかをお伺いしたいと同時に、この結果が出るまで、まあ、一定のタイムラグが生じると思いますけれども、その間に、まあ、特に農業分野等において少なからずマイナスなダメージというものが考えられますけれども、それに対する対策を教えていただきたいと思います。内閣官房三田内閣審議官。お答え申し上げます。TPP11 の効果の発言の時期でございますけれども、これは一概には申し上げられませんが、例えば日本の工業品輸出額の約9割の関税は即時、すなわち、発行のタイミングで、撤廃されるなど、発行直後から大きな経済効果が見込まれると、このように考えております。政府といたしましては TP11 協定の発行を視野に、農業者や中小規模事業者の皆様の海外販の開拓や、体質改善、商品開発などを支援し、 TPP11 の経済効果ができる限り早期に発現されるよう全力を挙げてまいりたい、このように考えております。中曽根康隆君。はい、ありがとうございます。農業に関連して、質問させていただきますけれども、私の地元群馬県前橋市はトントンの町と言われておりまして、豚が非常に有名であります。養豚も盛んでありまして、豚肉の産出額は全国でトップクラスでありまして、ブランド銘柄もたくさんございます。この豚肉に関しても従来の関税率でいうとキロ当たり482円であったものが、今回のイレブンの枠組みの中で10年目以降にキロ50円と安価な値段で豚肉が入ってくるということになります。まあ、豚肉に限らず他の農産物等安い値段で日本に入ってくることに対して地元の農家の皆さんも懸念を記しているところでございます。再度お伺いしますが、この TPP11 が農業関係者に対して不利益につながらないかどうかお願いいたします。はい、農林水産省天尾大臣官房総括審議官。お答え申し上げます。TPP 交渉におきましては、農林水産分野について重要5品目を中心に関税撤廃の例外をしっかり確保し、関税割り当てや政府ガードなどの措置を獲得したところでございます。先ほど先生お話のありました豚肉につきましても、差額関税制度及び分岐点価格という我が国豚肉生産にとって重要な仕組みを確保したということでございます。その上で国内対策についてでございます。平成27年10月の TPP 協定の大筋合意により、我が国農林水産業は新たな国際環境に入ったと考えております。また昨年11月には TPP11 協定の大筋合意にも至ったということでございまして、生産者が安心して再生産に取り組むことができるよう、総合的な TPP 等関連政策大綱に基づいて万全の対策を講ずることとしてございます。まあ、具体的にはということでございますが、まずは体質強化策でございます。すでに平成27年度の補正予算以降の対策を進めてきておりますが、一つには産地の競争力を強化するための産地パワーアップ事業、2つに畜産酪農の収益力強化のための畜産クラスター事業、また農林水産物の輸出額を1兆円にする目標ございますが、この目標達成に向けた輸出拡大対策などの施策を講じているところでございます。また協定が発行した後の経営安定対策といたしましては、例えばお米につきましては、国別枠の輸入量に相当する量の国産米を政府備蓄米として買い入れる、牛や豚につきましては、いわゆる丸金の法制化と補填率の引き上げ、お砂糖につきましては糖化調整法に基づきまして、加糖調整品を調整金の対象に追加するといった措置を講ずることとしておるところでございます。さらに生産者の努力では対応できない我が国農業の構造的問題の解決を図るため、農業競争力強化プログラムに基づきまして、生産資材価格の引き下げ、農産物の流通加工構造の改革にも取り組んでいるということでございまして、引き続き農林漁業者の方々の不安や懸念にもしっかり向き合って、十分な対策を講じてまいりたいというふうに考えております。中曽根康隆君。ありがとうございます。今おっしゃっていただいたその十分な対策、これ、まあ、言うのは簡単ですけれども、やはりしっかりと農家の皆様が実感する、また使えるものでなくてはいけないと、
それでなくては意味がないと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、最後になりますが、今アメリカが保護主義に走り、また中国が、一帯一路という、地域を包括したルールを主導しようとしている中で、日本の存在感、プレゼンスというのはますます大事になってきていると思っております。東南アジアを含めた他国に対して日本の良識あるリーダーシップというものをしっかりと見せる素晴らしい機会だと考えておりますし、これまでの成果を自信に堂々とこれからも世界の中で日本のプレゼンスを世界に示していただきながら、政府としては早期の TPP11 の発行に向けて全力で取り組んでいただきたいと思います。以上、私の質疑を終わります。